7月26日生まれの君へ、誕生日おめでとう。君はとても素敵な個性と才能を持っていて、マイペースで自分の道を歩ける人なのに、今少しだけ焦っているかもしれないね。毎日忙しくしているのに何もできていない気持ちになったり、前に進んでない感じがしたり、他の人と比べて劣等感を持ったりして、自分らしさを見失っているかもしれない。少し立ち止まって、ふーっと息を吐いて自分に聞いてみて、これをやりたい？それともやりたくない？答えはすぐに出すといい。すぐに出る答えなら、本当に君が求めていることだから。君が心から求めていることに、空からのエネルギーが降り注ぐんだ。焦ってドキドキするんじゃなくて、好きなことでワクワクしたい。それでいいんだよ。誕生日おめでとう。誰かと自分を比べないで、マイペースで行こう。君は素敵だ。大好きだよ。7月26日生まれのあなたは、マイペースで歩める人です。でも今は少し、周りと自分を比べて焦ってしまっているのかもしれません。一つずつ一つずつ目の前のことをクリアしていきましょう。大丈夫。あなたは確実に前に進んでいます。お誕生日おめでとうございます。